よろしくお願いします。ということで今どこに来ているのかというとですね、実は官邸のキーパーソンということでは、当番組では有名な、飯島、内閣官房参与のですね、ここは長野のご自宅ということになりますか、はい、にお伺いしてます。もう爽やかなですね、なんか大阪東京はなんか36度を超えたもうね灼熱地獄のようなんですけれども、こちら本当爽やかなね、はい、空気が本当に流れてますけれども、その爽やかな中暑苦しい2人でちょっとお送りしたいと思いますけれどもよろしくお願いします。なんかロシアからお帰りになった、今回ロシアは何をしに、いやいやこれって私は率直言って、もう永田町の世界46年目になりますが、ノービジネスノーマネー、企業等のたとえどういう状態だろうと陳情は受けない、だから小泉元総理35年仕えたんですが、須田さんもご存知のように政治資金パーティー一回もやらない事務所で来て、金集めが下手とか下手じゃなくて、そういう関係で直接ビジネスには関係ないんですが、マクロ的にロシア経営者協会というのがありまして、そのロシア経営者協会と日本の関係の、お互いの意見交換、と同時に京野菜中心にして、京野菜、京都の野菜、野菜でそれ中心にして、宮殿で晩餐会をやりまして、その関係の一人で、国会議員、それから農水省の審議官等々みんな出席して、まさに事実上の政府主催みたいなもんですけれども、大変評判が良くてですね、あと普段使えない、250年前の、宮殿を使わせてもらって、それはモスクワのですか、モスクワの、大変評判良くてですね、なんかこの秋以降なんか安倍官邸のロシア外交がかなり前進するなんていうですね、どんどん、それはやっぱりそうなんですか、もうすでにやってるのは、事実上ウラジオストックで開催するあるいは東方経済フォーラム、それでプーチン首相、それから安倍首相を出席の下で日本からも経済界、相当数経営者が同行して、政治経済一体ですから、今後の日本ロシアの関係を一気に進めると。でご存知のように日本政府のロシア外交といったら、率直言って、農林水産省の管轄の水産ですね、鮭とか、それ以外外交じゃなかったんですね、率直言って、ロシアの外交ってのはもう水産通だけだったんですが、これからプーチン、大統領自身サンクトペテルブルクの生まれですよね、でシベリアの場合はもう今人口減、まさに日本も少子化、少子高齢化になってるんですが、人口が増えない状態なんですね。でそれをこの太平洋側のサンクトペテルブルクみたいに最大の発展は、もうあらゆる領域の日本の産業界、経済界の全面的な支援でシベリア開発をしたいっていうのが夢なんですね。で私のインテリジェンスでは2008年11月ぐらいからシベリアの主な都市22の都市をくまなく、プーチン大統領点検して歩いて、でモンゴルの北側の最初に日本の協力を得たいというのが、私の知っている範囲では極東バイカルインフラ整備、ちょうどウラジオストックの方に、シベリア鉄道2本別に引いたりして、やっておるんですね、でこれが相当一気に前に進むんじゃないかなと。ですから私は江戸時代前っていうのは太平洋でも日本海の方が貿易で新潟とかね、盛んだったんですけど、明治維新から現在まで、日本海側裏日本って平気に言ってきたの、
私はこの安倍プーチンの関係のこれから政治経済、産業を含めた、ステップバイステップで伸びていくだろう関係を見ると、日本海の夜明け前、あ、夜明け前、はい、例えば敦賀まで新幹線、はい、あれは基本的に私は あれを考えること自体異常だと個人的な見方をいたんです。なぜなら敦賀の方は人口80万人ですよね。80万人で能登半島なんか空港がある、高速道路ができてる、そこ行って新幹線伝って全くその80万人じゃ受け皿がちっちゃすぎるんですよ。しかしね、ある意味で結果として先見の明って言われるんですが、敦賀は昔は軍港だったんですよ、はいはい、で名古屋経済圏、大阪経済圏の、いわゆる地政学的なあれで日本海を、見た目産業製品の積み出し、やっぱり敦賀あたりですよね、ということは新幹線の通り、そうすると物流だけじゃなくて観光とかね、人の往来、相当日本海は変わってくると思うんですよね、はい。まあ、それはロシアに面してっていうところ。そうですかね、私個人も8年前から、一つのライフワークじゃなくて夢は、陸路の関係で渋谷鉄道と JR を独立させたいという夢なんですね、例えば総事業費で見た場合、関西空港の総事業費は1兆5000億、あるいは千葉、川崎のアクアマリン、これ1兆5000億、ところがですね、その半値ぐらいの7、8000億で、つながっちゃうんですよ。あ、そうなんですか、ね、そうするとね、もう東北6県、北海道は全く変わっちゃうんですね、で私はローマで経営者協会の幹部に言ったのは何かと、今プーチン大統領はシベリアの人口増を狙って、5年間シベリアで、今日移してそれなりの仕事をきちんとやった場合は、1人頭1ヘクタールを土地を無償で、所有できるようにするという推進してるんですね、でそれでも投資効果ないって経営者協会は思ってるんですよ。いやいや、とんでもないと。日本もね、いわゆる蒙古じゃないと中国の、満蒙を何ですか、開拓です、ね、開拓、あれ北海道もそうですね、今どうなってるって言ったらもう大変な状態、そこへ、シベリアとの交流が経済産業やったら桁違いに変わるという話をして、みんな、納得というか、改めて元気になったような感じしましたね。